M39 卵型手榴弾は、弾は1939年にドイツで開発された手榴弾である。M24 型柄付け手榴弾の後継として1939年から生産を開始した。製造工法には大量生産を考慮して他のドイツ製手榴弾同様プレス加工が用いられ、製造工程が容易なことから第二次世界大戦中は M24 よりも 創生算数は多かったとされる。第一次世界大戦中には、コンセプトやサイズが本手榴弾と類似する M17 卵型手榴弾が開発、採用されていた。形状は形態性を重視したことから、M24 のような柄付け型から卵型に変更され、本体重量は M24 に比べて若干軽くなったとされる。 後期生産型には軍服などに容易に吊るすことができるように下部に引っ掛け用の金具が装着された。作薬には TNT 火薬が用いられる。作薬量、殻厚ともに少なめで軽量なため遠くまで飛ばしやすい反面。有効半径は約10メートルと殺傷範囲は低い。このことから、後に M39 は攻撃型手榴弾に分類されている。 発火方式には M24 と同じく摩擦発火式装置が使用され BG39 新艦と呼ばれた。信頼性は高く、極寒の東部戦線などの寒冷地でも正常に動作したとされる。M39 の主な使用方法は、新艦上部の安全キャップをネジ外すと、安全キャップと新艦内部をつなぐ紐が現れる。 外した安全キャップを掴んで紐を引き抜くことで内部の遅延薬に着火する仕組みである。安全キャップにはそれぞれ爆発までの遅延時間ごとに塗装が施され、青だと通常の4から5秒、灰色だと10秒、黄色だと7秒、赤だと短い1秒で爆発する。赤キャップのものは吸着地雷やブービートラップなどに使用された。例えば、 赤キャップの代わりにわざと青キャップを取り付けておき、その手榴弾を戦場に放置しておけば、拾って、使おうとした敵兵を早期爆発で死傷させることができた。ありがとうございます。